サッカーをこよなく愛する皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。本日お送りするのは、UEFA チャンピオンシップ、プエルト対アキテーム。今日は中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。プエルト、今日はかなり厳しい戦いが予想されますね。確かに厳しいんですが、展開によっては勝つチャンス、十分あります。はい、さあ、選手入場です。現在記念撮影を行っています。画面は予想フォーメーションになります。さあ、前半戦がスタートしました。プエルト、今日は 4-5-1 のフォーメーションです。アキテーム、3-5-2 のフォーメーションです。ここでパス、頭でインターセプト。ドムン、キリゴンザレス、パスか、自分で行くか。セカンドボール、中はちょっと少ない。中央突破だ。さあ、ボールを奪った。ネトレト、キリゴンザレス、トミカ、自分で持っていく。左のサイド上がっていきます。ドムン、アレニチェフ、パウロ・フェレイラ、デコ、エウデル・ポスティガ。さあ、かわせるか。真ん中から攻めていきます。ペナルティーエリア、サネッティ、キリゴンザレス、トミト。ボールはタッチラインを割りました。スローインから、こっからどうする。中に入れた。サネッティ、ミドルレンジから狙った。右にそれてしまいました。イナン・トルドナ、パスを回す。仕掛けるか、キリゴンザレス、パスか、自分で行くか。スローイン、さあ、スローインから、ここでカット。デコ、キリゴンザレス、トミト。さあ、かわせるか。このボールを奪って、トラップして、プエルト、立ち上がりいかがですか。まずはお互い様子を見てるといった感じですかね。ええ、ドリブルで上がっていく。小さくはたいて、縦に大きく出します。クロスを入れてきた。ドムン、サネッティ、エタメ。さあ、このドリブルから右のサイド上がっていきます。フォローが少ない。来た来た、自ら打ってきた。ボールはゴール回すから遠ざかっていく。ヘディング、イナン・トルドナ、パスをつなぎます。抜かせません。パプチョ、これをカット。カシロ、仕掛けるか、
ボールを回してデコ、ボールをもらってアスカ、自分に行くか、ピックアップしてヌーノバレンチ、おっと入れてきた、中へは入れさせません。サネッティ、ギリゴンザレス、ネトレト、トミト、持って上がる、ドリブルで上がっていこうというところ、このボールはスローイン、さあこの位置から当てる相手が少ない、ギリゴンザレス、さあ自分で行くか、左を使う、上げてくるか、さあここまで上がってきた、中に上がってきている選手が少ない、これはクリアします。イナン・コルドナ、マルディ、前方へロングパス、胸でトラップ、左へ出して打ってもいいんじゃないですか、これを決めた、ゴール、アキテーヌ、素晴らしい先制点、いやーこのゴールは素晴らしかったですね。さあ中西さん、うまく決めましたね。いやーいいゴールでした。はい、アキテーヌ、いいところで先制点を挙げました。中西さん、いや素晴らしいゴールでした。これで落ち着いて試合を進めていけると思います。そうですか。ジョルジコスタ、パウロフェレイラ、マニシェ、アレニチェフ、タッチライン際、上げてきた、狙ってきた、弾いて、キーパー素晴らしい反応でしたね。そうですね。さあコーナーキックです。誰に行きますかね。合わせてきた、しかしこれは決められなかった。これはいい一つの形だと思いますよ。イナン・コルドナ、クエルト、ここまでのゲーム運びはいかがですか。高い位置からボールを奪っていく姿勢がいいですね。この積極性を最後まで貫いてほしいです。はい、ボールを受けてクエルト、ここまでの戦いぶりどうですか、中西さん。はい、今日はパスワークの差が見られませんね。もう少し確実につないでいきたいですね。そうですね。スローインからアキテーヌ、仕掛けるか、ペロエミナール、ジョルジコスタ、胸で落とします、左に開きます。時計は30分を過ぎています。どう動くか、ネトレト、ギリゴンザレス、さあクロスを入れてくるか、見事なカット、ジョルジコスタしのぎます。これを競り合う、受けてパスか、自分で行くか、トミト、さあかわせるか、左サイドを上がっていく、奪いました、エウデル・ポスティガ、上がっていく、中央から上がっていく、エウデル・ポスティガ、カプチョ、縦へのパス、パス、仕掛けるか、左サイドから展開します。マニシェ、左サイドから、外から、来た、当てた、大きくクリア、頭でつないでボールを運ぶ、さあどうやって攻めていくのか、パスか、自分でいくか、通りません、パス、ネトレト、ギリゴンザレス、トミト、さあかわせるか、左から上がっていく、クロスを入れてくるか、ジョルジコスタ、クリア、
そしてヘッドでつなぐ。このボールをカット、中央上がっていきます。マニシェ、エウデル・ポスティガ、おっと笛が鳴りました。そしてボールを前に、アレニチェフ、アレニチェフ、どう持っていくのか、つないでカプチョ、仕掛けるか、富田、これを受けてドリブルで上がってテロエミナール、マニシェ、このボールをクリア、競り合って見事なインターセプト、ボールを回す、ネトレト、キリゴンザレス、パスか自分で行くか、スローインになります。さあスローインから、倒してしまいました。キリゴンザレス、縦パスを入れるタイミングを探りながら回してほしいですね。おっと倒してしまった。狙った、ジョルジコスタ、再びスローインです。狙った、あー入った、ゴール、前半ロスタイム、ここで待望の追加点。しかしすごいシュートでした。自分で持ち込んでのシュートでしたね、中西さん。はい、ステップワークのうまさと思い切りの良さが得点に結びつきましたね。はい、画面ではリプレイをご覧いただいています。アキテーム、リードを2点に広げましたが、中西さん、はい、この状態のまま試合の主導権握ってほしいです。はい、ここで前半終了のホイッスル、前半戦を終わりまして2対0、アキテーム2点リードで前半を折り返します。それでは中西さんに伺います。前半戦を振り返っていかがでしたか。お互い持ち味を出し合った内容だったと思います。はい、それでは前半戦のデータが手元に届きましたが、アキテーム、シュート数も多いんですが試合の主導権を握っていたと言ってもいいんでしょうか。一概には言えないんですが、チーム状態は悪くなかったと思います。そうですか、ありがとうございます。現在画面ではハイライトをご覧いただいています。この後も引き続き試合をお楽しみください。さあ後半開始の笛が鳴りました。このハーフタイムで選手の交代はありません。アレニチェフ、デコ、繋がせません。ここでパス、キリゴンザレス、トミト、自分で持っていく、外から何をやってくるか、左の外からもう一度狙いますよ。後ろから打ってきた、決まりませんでした。競り合ってドム、
さあかわせるか。ネトレト、キリゴンザレス、ここでトラップして仕掛けるか。遠目から放った、止めた、落ち着いて、これはクリアします。ボールがタッチを割りました。スローインからサイドからシュート、キーパーパンチング、コーナーキックになりました。中西さん、いやいいセーブでしたね。アキテーム、左サイドからのコーナーキックになります。ショートコーナーだ、前に預けてからネスタ、ネスタ、うわー、ポストのわずかに右。やはりシュートに行けたのがいいですね。つないでイナントルドナ、ネトレト、前につなげられるか。パスか、自分で行くか。タックルして奪います。マルコ・フェレイラ、パスを回す、デコ、左サイド上げてくるか、ここからクロス、キリゴンザレス、トミト、スペースを使う、いい動きだ。おっと、アーリークロスだ。イナントルドナ、ネスタ、コーナーキックになりました。クエルト、今日2本目のコーナーキックです。ヘディングで押し返す、浮き球、ナイスブロック、再びコーナーキックです。クエルト、左サイドからのコーナーです。水が繋いできた、中は4枚しのぎます。ヘディングで繋いで、アキテーム、ゴールの後の彼らの動きどうですか。中西さん、いいと思います。このイメージが残っているうちにもう1点決めておきたいですね。そうですね。うわー、決まった、ゴール、アキテーヌ、試合を決定づけるゴール、ドムゴ、今日2点目。いやいいですよ。運も彼に味方した、うまく持ち込んで決めてきましたね。中西さん、この突破は見事だったと思います。アキテーム、3点差をつけましたが、中西さん、はい、これは敵が戦争するまで徹底的に叩いてほしいですね。なるほど。右サイド、スローインです。選手の交代があるようです。前の選手を入れてきました。これは攻撃の活性化を狙ったと見ていいんでしょうか。はい、そう思います。はい、ボールを回してクリア不十分、頭を使う、クエルト、後半立ち上がりですが、中西さん、いかがでしょう。まだ依然としてビハインドなんですが、時間は十分あるので期待できると思います。はい、見てまいりましょう。上がっていきます、ペロエミナール、パスを回してドリブルで上がっていく、またファールがありました。中は4枚、ヘッド、体に当てた、マルコ・フェレイラ、シュート、必死のディフェンス、コース空いてますよ、跳ね返した、コーナーに逃れました。キーパーいい判断でした。さあセットプレー、中西さん、ゴール前うまく合わせたいですね。頭で弾き返した、コーナーキックが続きます。さあ絶好のチャンスです、期待しましょう。さあ中に入れる、ここは跳ね返します、田代、詰めてシュート、フィスティングダイ、大きくクリア、これをインターセプト、ゴールを狙う、体を張っている、富田、タッチラインを割りました。さあこの位置からエリア際、これでカードが出されるんでしょうか。しかしこれは注意だけのようです。これで目をつけられたかもしれないんで、次からは気をつけてほしいですね。エタメ、トミト、アレニチェフ、クエルト、ここまで振り返って中西さん、いかがでしょうか。はい、前半に比べてビルドアップにちょっと苦労してますね。最新の注意を払って回してほしいです。そうですね。ボールは中央だ、
マルコ・フェレイラ、リターンパス、ウロスが上がった、デコ、中に3枚、しかし合わせられない。バー最後に入れてきた、合わせた、あー力が入りすぎてしまったのか。いいボールでしたね。そうですね、イビージ、マルディーニ、アキテーム、後半ここまでいかがでしょうか、中西さん。いや、積極的にシュート打ってますよね。もう少し精度が上がればさらにいいと思います。そうですね、スローインからプエルト、ここまでの戦いぶりいかがでしょうか、中西さん。前線に渡るパスがちょっと少なくなってきてるんで、ロングボールを放り込むっていうのも一つの手ですかね。はい、運動を期待しましょう。ドリブルで上がっていく、状態を使って打ってきた、体に当てた、このボールはゴールキーパーがキャッチしました。イナン・コルドナ、プエルト、かなり苦しい状況ですが、中西さん。はい、あまり時間がないんですが、最後まで諦めずに戦ってほしいですね。そうですね、さあスローインから、もう一度スローインです。さあこの位置から左のスペースからゴールラインを割りました。ヘッドから、時計は後半の30分を過ぎています。パス一気に前方へ送る、ハイボールを競り合う、サネッティ、ドムゴ、さあかわせるか、仕掛けるか、タシロ、パスか、自分で行くか、タシロ、ドムゴ、ドムゴ、キリゴンザレス、左サイドに展開、中はちょっと少ない、スライディング、拾って止めに行きました、あっと倒した、ファールを取られます。さあチャンスなるか、マイボールにできるか、タシロ、ネトレト、タシロ、エタメ、ボールをもらって、サネッティ、フルカット、デコ、さあかわせるか、ここで再びファールがありました。ボールはそう狙った、ボールが壁に当たった、うまくカットした、エタメ、さあボールを奪った、仕掛けるか、ここでカット、パスか、自分に行くか、外から、外から、クリア、デルレイ、ボールはタッチラインを割りました。中西さん、ここで選手を変えてきました。はい、活躍を期待しましょう。トラップ、サネッティ、ネトレト、ギリゴンザレス、さあかわせるか、ボールを受けて、ここから上げてくるのか、エリアの左側、外に開くか、しかし決まらなかった。この調子で積極的に仕掛けていってほしいですね。はい、期待しましょう。これを競り合う、このボールをトラップ、アレニチェフ、どう動くか、右を使う、クロスを入れてくるか、ヘッドで弾き返す、この距離からどうだ、縦に出した、ネトレト、トミト、仕掛けるか、読んでいました、デコ、中央突破で来るか、中に入った、これチャンスですよ、このボールをクリア、頭でつなぐ、デコ、マルコ・フェレイラ、つないで、
ボールを回す。カプチョ、リカルド・コスタ、マニシェ受けて、リカルド・コスタ、マニシェパスをつないで、サイドから中央、持って上がる、デコ、キーパー抑えました。マルディーニ、イビージ、あっとここで試合終了の笛です。アキテーヌ、終わってみれば3点差の大勝利です。今日の試合を振り返っていかがでしたか、中西さん。予想通りの展開でした。順当な勝利ですね。そうですね。それではデータを振り返っていきましょう。アキテーヌ、支配率でも上回った結果が出ていますね。はい、ボールを支配するということは試合を支配するということになりますからね。そうですね。ありがとうございます。そろそろ放送時間も残り少なくなってきました。本日は解説に中西哲夫さんをお迎えしてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。それではハイライトをご覧いただきながらお別れさせていただきましょう。さようなら。さようなら。Thank you.